ここが206号室です。よいしょ。こんな感じで1,2,3,4,5,6 と6つベッドがあります。こんな感じのパイプ椅子があるので、まあちょっとこうご挨拶に来た方とか、いわゆるこう見舞いの方が使えるパイプ椅子、これ自由に使えるやつですね。こっち側とこっち側にあります。でそれぞれのベッドのところにはここに担当医と患者さんの名前が表記されるって感じですね。でここにちょっとかけるところがあって、これナースコールになります。よしと、こんな感じ。ナースコールでどちらを押していただいても看護師さんが呼べるという形式になっています。でコンセントが一つだけありますね。でゴミ箱があって時計があります。こちら側にもコンセントと、あとこんな感じで電気がつくところがあります。で棚が 1,2 とあって、まあ、上にもちょっと置くところありますけれども、で、3つ棚があります。1個目2個目3個目というような感じで、まあ、棚が3つあって上に置くところは2つあって、でこの上のところもこういうふうに閉めることができます。でカーテンで閉めることもできます。そしてちょっと特徴的なこととして、これ電気ボタンでもできますけど、引っ張って消すこともできます。で今よくこう食べるとき使うような台ね、こういう台があります。っていうのはそれぞれ、同じように部屋に設置されています。でこの横側の棒っていうのが寝てるときにこう落ちないように棒を上げたり下げたりできるやつですね。片方が1本長いもので、もう片方はこうちっちゃく短いのが2つついている感じになります。あとは洋服をかけるところがあって、ハンガー、まあ、3つぐらい置いてあるので、ここにお洋服をかけることができます。空気清浄機がありまして、冷蔵庫があります。冷蔵庫は共用ですので、まあ、個人個人が使うわけではありません。こんな感じで中に入れることができますので、物を入れるときにお名前を書いていただければと思います。で入院のご案内がこんな感じでいろいろ書いてありますので。